こんにちは、ゆうすけです。こんにちは、ふーちゃんです。はい、ゆうすけくんとふーちゃん、こんにちは。さあ、今日は9月の29。あららら、もう9月も終わるのね。さあ、ゆうすけくん、10月になるとゆうすけくんとふーちゃんは間もなく運動会ですね。今運動会の練習を頑張ってる2人です。1位取りたいね、ふーちゃん。はい、ではでは、そんなかりやきらしくなってきた今日この頃ですが、最近さ、サンリオキャラクターズのお菓子とかすごいいっぱい出ててさ、ママショート動画でちょこちょこ出してるんだけど、また今日も発売です。公式ではね、9月30日月曜日に発売のこちらの商品見つけてきました。せーの、ダーダン。今度はサンリオキャラクターズアクスタ組です。おっとっとっと、これよくさあるけどさ、今度アクスタになっちゃったのっていうね。で、しかも今回こちら種類がすごいいっぱいあるんですよ。15種類、15キャラクターで、そうで、1箱に12個入ってて、ランダムにね、このピンクとこの水色とピンクの今回パッケージなんですけどね。で、キャラクターが15キャラクターいて、で、1箱12個入ってる中から私たちは今回6個取ってきました。こちらね、1つね、352円ですよ。はい。さあ、ゆうすけくんとふーちゃんで、3つずつ選んできたので、シナモンちゃん、引くことできますかね。で、今回、なんとアヒルのペッカルくんもいらっしゃいます。ということで、またなんか後ろで言ってます、様が。ペッカルちゃんも引けるといいですね。はい。シナモンちゃんとペッカルちゃん、出てくれるのでしょうか。はい。で、今回、リンゴヨーグルトと、ブドウヨーグルトが入ってるそうです。ブドウヨーグルトだけど色は黄色なんだね。で、今回もね、後ろにくっついてるので、あのグミを開けなくてもアクスターを見ることができます。これもしかしたら、ちょっと触っちゃダメかもしれないけど、ちょっと触ったら分かるかもしれないけど、まあちょっと分からないけど、なんとなくは触れるかもしれません。はい。ではなんかちょっと分かる、大きさはちょっと分かるけどね。まあ、じゃあ、ではでは、一つずつ2人開けていきましょうかね、こちらね。ではさ、こちらのアクスタ組をこれから開封していこうと思うんですけれどもね。いや、前回さ、動画でさ、今年の目標はチャンネル登録者1500人って言って、皆様にあともうちょっとなのでよろしくお願いしますって呼びかけたじゃないですか。そしたらさ、この1週間ぐらいでさ、チャンネル登録がなんと50人も増えたんですよ。本当にね、ありがとうございます。ということで、今ね、1300人になりましたので、あと200人です。はい、ね、せーの、ありがとうございました。はい、ではまた引き続きね、1500人まであと200人ということで、はい、これからも子どもあかすチャンネルの応援よろしくお願いします。ね、はい、ではいきますよ。はい、では話は戻りまして、サンリオキャラクターズアクスタ組を開封していきたいと思います。子供博士チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、ではふーちゃんからですよ。シナモンちゃんだよね、シナモンちゃんですよ。せーの、黒が入ってる紅茶っ子です。あ、お、見てください、こうね、ボールチェーンも入ってて、ボールチェーンとアクスタがこう別々にね、土台とね、入ってるわけですね。あ、すごいすごいすごい。ちょっと後で並べましょうね。はい、じゃあ、さあ、どんどん行きますよ。どうでしょうね。確率は低いです。せーの、これはマイメロディー。マイメロディー、あー、かわいい、耳にチョコが垂れてる、かわいいね。今回ね、みんなさ、ショコラロリータシリーズのドレスやタキシードを着た、そう、ロリータの格好をしたキャラたちがアクスタになってますよ。はい、もう3つ目ですからね。せーの、おー、メルちゃんです、メルちゃんです。あー、かわいい、メルちゃん、かわいい。まだペッ
とね、最後にね、組み立てますね、シナモンもいない、どうしよう、シナモンくん出してください、ケッチルも出してください、さあ、もう折り返し、あと3つです、なんで、あー、ノー、ノー、飲みますよ、怖いな、怖いな、怖いな、シナモンちゃんと間違えちゃう、コーギーミュアー、みんなお耳にチョコレートがついてる、さあ雲行き怪しくなってきました、さあふーちゃん頼むよ、あと2個、せーゆうせくんいいですか、ふーちゃん見えた、見えた、せーの、ポポンプリン、さあポポポポポリンくん、あかわいい、頼むよ最後、ほら運命のラスト、そうだベックル君も、そうだねベックルかシナモンがこうなったら、せーの、並べてみましょう、はい、ということで、また今日もなんか話しそうな人がいますけど、さあ、6つ引いたら、こんな可愛いアクスタが当たりました、メルちゃんは2つなので1つは前、未開封になってます、あー残念というか、でも可愛いね、あーシナモンちゃん欲しかったな、またな、あー2連続でシナモンちゃん引けず今回ねちょっとね前の方から3つ後ろの方から3つをねちょっと取ってみたんですが、ちょっと出ませんでしたねシナモンちゃんね、うん、でもメルちゃん被ってるしね、ちょっとね配列はちょっと全然わからないですねこれ今回ね、はいじゃあ気を取り直してね、このねほらリンゴヨーグルトとブドウヨーグルトが一体どんな味なのか試食をしてみましょう、はい、はい、どうでしょう、いい匂いしますか、はいどうぞ、おーわーわー、さあ、薄い方がリンゴヨーグルト、濃い方がブドウヨーグルトだそうです、ひなもちゃんいましたか、いましたか、上にいましたか、いましたか、はいはいはい、食べてみる、いいですよ、共食いですはい、どう味は美味しいですか、ブドウヨーグルト、ブドウヨーグルトって言うの、これ聞けたら、リンゴヨーグルト、ブドウヨーグルトそのままだの味する、うん、するリンゴヨーグルト、ヨーグルトの風味する、なんかちょっと乳酸菌っぽいって感じなのかな乳酸菌っぽい、なんかヤクルトっぽい感じ、ヤクルト出なかったね、またね、いやー難しいね、やっぱりね推しを引くってね、まあ、今回15種類もあったしね、うん、まあペックルも来てほしかったな、ペックルの露出が増えてきてるからね、頑張って当てましょうね、ね、そう全然当てられてない、全然当てられてないんだけどね、はい、そう目がどっか行ってませんよ、大丈夫ですか無心でグミを食べ尽くしております、はい、ごちそうさまでした、はい、まだふーちゃんもぐもぐしてるから、残念ながらね出ませんでしたけどね、あこのアングルいいですよ、とっても可愛いですね、ここにシナモンちゃんがいてほしかったですが、まあ仕方ないですよ、これがねほらくじですよ、何が出るかね、はい、何が出るかわからないシリーズですよ、何が出るかじゃん、さあでは残念、あーシナモンちゃんお耳で、はい残念でしたが、また懲りずにね、いろいろこれからもまた商品出るので、買っていきましょう、楽しんでいきましょう、はい、さあ、では皆さんにご挨拶お願いします、皆さんもサンリオキャラクターズアクスタグミを買ってきてください、動画を最後まで見てくれてありがとう、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、バイバイ、あっちょっと。
フフフフ。